銅像阿弥陀如来坐像仏陀の坐像仏陀は、仏や仏とも称され、悟りの最高の位、仏の悟りを開いた人を指す。釈迦牟尼をも意味する。初期仏教では、仏教を開いた釈迦ただ一人を仏陀とする。初期の経典でも、念頭仏や、過去なら仏や、魅力菩薩が未来に成仏することなど、過去や未来の仏陀の存在を説いたものもあるが、現在の仏陀は、 釈迦一人だけであり、釈迦の死後には現在まで現れていないとされている。ボン、ブッダは、サンスクリット語の、知る、目覚めるを意味する動詞部図の過去分詞型で、目覚めたものや、真理、本質、実相を悟った人、各社、知者と訳す。小学者のことであり、聖人、賢者をブッダと呼ぶようになった。仏ダの子はインドでは、元は、諸宗教を通じて使われたものであり、 ジャイナ教の回祖マハービーラもこの名で呼ばれたことがある。ブッダの名称は中国に伝えられた当初、その音を移して、ふと、ふとなどの漢字が当てられた。また後に、ブッダが別に、仏だと恩舎されることが増え、現状以降に固定する。より古い時代に、末尾の母音の脱落などがあり、仏と省略され、それに、フッツの恩赦が当てられたとの考え方もある。 諸橋哲司は仏の字を人であって人でないと返した。ジャイナ教の文献にはマハービーラをブッダと呼んだ形跡があるが、仏教ではマハービーラを仏だとは認めていない。しかして時代を経ると、他方世界という見方が展開し、社会外にも数多くの仏だが、同時に他の世界で存在していることを説く仏典が現れた。例を挙げると、初期経典では、 根本説一切うブビなや薬事など、大乗仏典では、阿弥陀行や、ホッケ行などである。多くの仏教の宗派では、ブッダは釈迦だけを指す場合が多く、悟りを得た人物を意味する場合は、ラカンなど、別の呼び名が使われる。悟りを得た人物を、ブッダと呼ぶ場合があるが、これは仏教を含む、シャモン宗教に由来するもので、ベーダの宗教の伝統としてあるわけではない。釈迦は、 自分の教説の中で輪廻を超越する唯一神の存在を認めなかった。その一方、経典の中では従来は超越的な神としてインド民衆に崇拝されてきた存在が仏陀の教えに帰依する守護神として描かれている。その傾向は時代を経ると加速され、ベーダの宗教で神と呼ばれる多くの神々が五法全身として仏教神話の体系に組み込まれていった。 また、仏滅500年前後に大乗仏教が交流すると、人々は超越的な神に似た観念を仏画に投影するようにもなった。なお、釈迦が出世した当時のインド社会ではバラモン教が主流で、バラモン教では祭祀を中心とし心臓を作らなかったとされる。当時のインドでは仏教以外にも六種下道などの諸教もあったが、どれも 尊像を作って祀るという習慣はなかった。したがって、原始仏教もこの社会的背景の影響下にあった。そのため当初は、レリーフなどでは、法輪でフつの存在を示していた。しかし、死後300年頃より彫像が作られ始め、2019年現在は、歴史上最も多くの彫像を持つ、実在の人物となっている。とはいえ、 死後三百年を過ぎてから作られ始めたため実際の姿ではない。仏陀の顔も体つきも国や時代によって異なる。仏典では仏陀を様々な表現で呼んでおり、これを十号という、如来ただ後着たびと恩赦されている。神女より来現した人、真実に達した者、大愚荒か荒感と恩赦されている。煩悩の尽きた者。 民行は宿命、天眼、路人の三名の行の愚足者。全然知恵によって、名望を断じ世間を出た者。世間界世間、出世間における因果の利を改良する者。無常死悟りの最高位である仏陀の悟りを開いた、ことから悟りに上がないという意味。超五常不業者が馬を長魚するように、主情を長仏制御して悟りに至らせる者。 天神詩天神の師となる者。の。仏つ煩悩を召し、無名を断尽くし、自ら悟り、他者を悟らせる者。世存福徳ある人。幸いある者。仏陀の悟りの位については、菩薩が仏となる、主要過程として五十二の位が存在するとも、されていることが理解の助けとなる。仏陀が漢字に恩赦された、ふと、ふとが日本に伝えられる過程で、ふと、 という読みに、毛を伏し、符は、穂に近づいて、仏の語が生まれた。日本では、仏は、死者、またはその霊をも意味する。仏が、死者の意味で使われるようになったのは、日本の中世以降、死者を祀る器として、が用いられて、それが死者を呼ぶようになったという説もある。しかし、日本では人間そのものが神であり、仏教が伝来した当初は、 フッツも神の一種とみなされたことから推察して、人間そのものをフッツと見立てて、ひいては先祖ないし死者を、ブッダの意味で、仏と呼んだとも考えられている。ありがとうございます。